先生の言葉に逆らったからだ。攻撃の腕をここまで磨いてきたからだ。だから大官、
大観の最後の志を受け継ぎ、義龍は長英の協力のもと、この土地に空手道場を開いた。小さな道場ではあったが、入門を希望する者は後を絶たなかった。あれ